たちがクジラすっげーって思った気持ちを伝えたいんです。太一はこの仕事を向いてないんじゃないでしょうか。太一を飼育員リーダーに任命します。嘘でしょ。すっげーってきっとなると思う。東京の水族館から一人借りることにした。館長が言ってた新人さんや。新人じゃねえし。買ってきてんじゃねえ。いや、ビーバーです。ビーバー、すげえおもろい学芸員になってお客さんを楽しませたい。ドンドンドン。全然可愛くないです。世界で一番嫌われている博物館の館長、富樫です。この企画書ちゃんと読んだかな。迷ってます。俺に惚れちゃった。そんな言われ方しかされなくなった。山口さん。なんだよ、任さないの。人生の決断を誤っちゃダメよ。 It's showtime。 何見てたんだよお前。日本一ダメな飼育員だね。反捕鯨団体が現れた。盛り上げたいんです、博物館。やっぱあいつただのバカっすよ。クジラすっ